いますが、シスが離れます。コマの泣ける、これまたいいボール、ヘディング、クロスバーの上、最後は岩下のシュートでした。でも岩下も強いし、ウェイリントも強いしね。はいはい、左なら15分宮崎なんですが、木原が蹴ってきた、枠にテール、クロスバー当たってゴールライン終わりました。今のタッチはどうだったですかね。いや、いいですよ。まあ、距離的にもね、強く蹴れるし、あまり壁が気にならない距離なんで、さあまたコーナーキック、今日2本目になります。やはり右サイドから、先ほどの駒野からいいボールが上がっていました。中央、ウェリントンのヘディング、決まった、先制はアビスパ福岡、ウェリントンのヘディングが決まりました。やっぱり強いね。強いですね、分かっていてもという感じですよね。まあ、最後当てる瞬間も首あれだけ振れるんで、バウンドもさせてるし、裏を通す、ウェリントンとサクナ勝った、ウェリントン、ここはパスを選択、一旦戻したところ、右足決まった、16番の石津、2点目、早くも2対0、アビスパ福岡リードを広げます。まあ、今の綺麗でしたよね。そうでしたね。コーナーキック4本目、福岡再三この右サイドからのコーナーキック、同じような中央へのボール、ウェリントン、ヘディング決まった、3対0、今日2ゴール目、ウェリントン、いずれもヘディングシュート、本当強いね。それしか言葉ないですね。まあ、得意な方でもあるけども、ヘディングする上ではね。怪我で離脱する選手が全くいない状況、まあ、サブメンバーの充実度も非常に高いチームです。まあ、チーム全体としては高いクオリティを誇っています。さあ亀川、体が入れ替わった、エリアに入ってくる、ここで短いボール、石津が行く、左足こぼれたところ、右足、あっとブロックした、これは4失点目覚悟という状況だったと思いますが、金沢のサポーター、いや、ここ白井がよくシュートブロックしました。2回にわたってですね。さあキッカーはやはり同じく35歳のコマーの、流れてくるボレーシュート、まだある、松田力狙った、と決まった、4点目、松田力ダメ押しの4点目、代わって入った松田が決めました。まあ、今もやっぱり余裕があって丁寧にボールを渡してるんで、その分松田もボール叩いて、ここで、いや、これですね、してますね、そうでしたね、逆サイド亀川、ここで仕掛ける、上げてくる、これが上がる、中村が折り返したところ、右足決まった、ゴール、5点目、また松田力、今日2得点目、いや、今シーズン初出場、失礼、久しぶりの出場だったんですけども、ここ2試合出場がなかったんですが、この起用にうまく応えました。さあここで、主審の塚田の笛が鳴りました。90分戦い終えまして、5対0と、前半3点、後半2点、大きく5点差を福岡保って勝ちました。2017明治安田生命 J2 リーグ第15節、前言金沢対アビスパ福岡の一戦は5対0、アビスパ福岡が勝利しました。